まず初めはですね、そもそもスポーツにおける DX とはというところに入る前に、江藤さんが実際にいろいろな経験をされた中で、栃木 SC に入られた経緯というかですね、考えとか、もしあればですね、先にお伺いしたいなと思うんですけども、江藤さん、ちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、私もともとこの今の仕事に就く前は IT 企業というか、アプリを作って、グロスさせるっていうところをやっていたんですけれども、その仕事を辞めることになって、次が何も決まってない状態で何しようかなと、たまたまそこで、サッカーチームの求人を見つけて、そこになんとなくちょっと応募してっていう感じで、で、1個目の応募したところは落っこっちゃったんですけど、その時にですね、1000人ぐらいの応募者がいる中で、最後の数名まで残ったので、ちょっと自信をつけてですねもしかしたら需要あるんじゃないかなと思って、でたまたまその栃木市はですね、その年の、お正月ぐらいの時にですね、ワールドビジネスサテライトっていう番組があると思うんですけど、あの番組にちょうど取り上げられていて、うちの今の現社長の橋本とか、いろんなスタッフがいろいろデジタル化じゃないですけど、いろいろ収益化、勝敗とかそういうところにこだわらない収益化を目指してるっていうような特集をたまたま見たんですよね。で、ちょっと求人をしていたので、チームだなと思って応募したところ、たまたまですね、本当需要とマッチして今お世話になってるっていう感じです。その中でもサッカーを選んだ理由とかっていうのはあるんですか？サッカーはですね、もともと私別のチームのサポーターだったんですよね。別の黄色い色のチームのサポーターだったんですけど、20年ぐらいやっぱりずっとスタジアムに通い続けておりまして、で、その時にいろいろ運営とかでもっとこうすればいいのにとか思うことがやっぱ外から見てあるじゃないですか。サポーターってもっとSNS とかもっとこうすればいいのにとか、何のその実情も知らずに勝手にいろんなことを思っていて、で自分だったらもっとうまくできるんじゃないかというちょっと勘違いみたいなのもあって、それもあってちょっとサッカーチームの運営というか経営のところ興味があったというのはあります。なるほど。実際にじゃあちょっとこの後も議題の中にもあるんですけど、実際に入られてどういったところになったかっていうのはちょっとこの後半でもいろいろお話をお伺いしていきたいなと思っていますので、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速ちょっと1つ目のアジェンダの方に行きたいなと思うんですけども、そもそもスポーツにおける DX とはというところで、この部分簡単にどういったものなのかというのを酒井さんの方からご説明していただければなと思います。はい、ではよろしくお願いします。スポーツにおける DX っていう部分で、スポーツ界をする人、見る人、支える人っていう3つの観点で考えたいと思います。で、まずする人ですね。で、これする人っていうのは主に選手を指すと思ってください。で、今、選手ってあらゆる、試合時のパス本数とか、あとは試合時のポジショニングデータっていうのを、あらゆるデータが可視化されるようになっております。で、その可視化されたデータっていうのが、世界だとワイズスカウトっていうプラットフォームに格納されていて、でそのプラットフォームがもう移籍マーケットにおけるすごい重要な役割を担う形になってます。今までは世界にスカウトマンが飛んで実際に選手を見るってことをやっていたんですけど、今はそのワイスカウトを通して選手データ、特徴で選手をソートできたりとか、あとは実際にその選手の映像っていうのをワンタッチで見ることができたりっていうことができるようになっているので、こういった選手データの可視化っていうところが一つ、する人の DX かなっていうところと思っております。で次に、見る人ですね。この見る人っていうのは、サッカーを愛するファンの皆様のことだと思っております。で今 J リーグでは、ファンの見える化っていうところを、全体を通してやっているなって考えていて、チケットを購入される方って基本 J リーグ ID っていうものを通してチケットを購入されると思うんですけど、それを通して、チケット購入者のデータだったり、あとは、グッズを購入した人がどんな人かっていうのがデータで今見えるようになっています。なので、ファンの方々の、可視化っていう部分で、ここが、見る人っていうところの DX に当たるかなと思っております。で、最後の、支える人っていう部分で言うと、スポーツ推進企業に当たるかなと思います。これ、例えばソフトバンクさんが 5G を導入して選手追尾映像を配信したり、あとは、DNA さんが、DNA ベイスターズさんと連携して VR を活用したバーチャルスタジオをやったり、まあ、新技術を導入して新たな観戦体験を提供するっていう部分で、支える人の DX というところが進んでいると思っています。あとは IT ベンダーツールですね。例えば Salesforce だったり CRM って各ツールがあると思うんですけど、そういったツールをまあスポーツ界に導入して業務改善をしたりとか、あとは顧客情報を管理したりっていうところも結構進んだりしている。まあ、ここが支える人の DX に当たるかなと思っております。はい。ありがとうございます。実際にはそこでじゃあ酒井さんとしてはこう、まあ、今コンサルティングの会社にいらっしゃると思うんですけども、どういった形でこのスポーツ業界に携わるんですか？私は今ある競技団体のスポンサーシップの営業支援をさせていただいてます。で DX、まあ、IT 化っていう部分で考えると、例えば営業リストを作成するときにスピーダっていう、まあ、経済情報プラットフォームですね、を使って営業リストを作成するようにしています。でいくつかの J リーグのクラブさんに、まあ、リスト作成どうやってるんですかってヒアリングをしたところ、結構テレアポをしていくうちにリストが減ってきてしまうとか、あとは営業リストってなんかどうやって作ったらいいんですかねっていうような声を結構伺います。営業のアプローチ先を探すときに結構クラブのビジョンと合うかっていう軸で選定してしまうと、結構最初からアプローチする先が減ってしまったりするので、そういったときにスピーダーっていう経済情報プラットフォームを使えば、まあ、幅広い業界の企業情報を一括で管理できたり、あとは販促費とか売上っていうところで相当かけて企業情報を一括でダウンロードすることもできるので、営業リストの作成っていうところでは、まあ、結構ベースとして使えるツールだったりもするのかなと思っております。なので、まあ IT、スポンサー営業×IT っていう部分でいうと、まあ、そういったツールを使って、リスト作成のところの、パフォーマンスを上げていくっていうようなことをし始めているところでございます。なるほど。ありがとうございます。江藤さんはどうですか、今、酒井さんのお話の中でもいろいろあったと思うんですけど、その、スポーツ業界の、まあDX というところで、まあ、する人と見る人、支える人っていうところの観点だったんですけど、そこは江藤さんも同じイメージですか？そうですね、はい、まあ、強化の部分と、強化育成の、まあ、競技の部分と、あとは、ざっくりとマーケティングとか、まあ、セールス、とかそういった部分に分かれるのかなと、まさに今酒井さんおっしゃったようなところが、まあ、今トレンドなのかなというふうに思ってます。江藤さんはやっぱマーケティングのところがこうもうご担当ということですよね。そうですね、やっぱり結構これ規模、クラブの規模とかにもよって、どこまでやるのかとかどんぐらいやってんのかっていうの違うと思うんですよね。またクラブが、まあ、なんていうんですかね、こう例えば全国に、まあ、J1 のトップクラブというか、であれば、例えばパートナー探しとかも全国になると思うんですけども、まあ、うちみたいな、まあ、地方のほとんどファン、サポーター、パートナーが栃木県に集中してますっていうようなところだと、またちょっとやり方が変わってきたりもするので、またそのクラブの規模とか向いてる方向によって少し傾向は変わるのかなと思ってます。なるほど、ありがとうございます。実際にこうする人、見る人、支える人っていうところで、ちょっとまだここが DX 進んでないなとかっていう、あえて3つの中で挙げるとしたらどうですか？ただまあどうですか、まあ裏側の DX はちょっとずつ進んではいるかなと思うんですけども、まだ例えばチケッティングなんかはですね、今電子化して QR チケット導入をしていて、コロナ禍になって急激にこれわっと進んだんです。強制的に進んだんですけど、はいうん、それでもやっぱりまだちょっと全部を電子化できていないっていうところでは、うん、ちょっと進んでないのかな、まあ、これも本当結構地域格差が大きくてですね、うん、割と東京とかそういったところであればもうほぼほぼ皆さんスマートフォンをお持ちでこう QR でも何の問題もないんですけども、うんまあ、栃木はまだそうでもないですけどもうちょっと地方本当に高齢化社会が進んでいるようなところですと、うん、じゃあもう QR チケットしか発券しませんっていうと、うん、いけないっていうような人たちも出てきてしまうので、うん、割とこうターゲットとか地域格差大きいところかなと思ってます。うん、なるほど。じゃあスタジアムによって入り方とかも印象とかもやっぱ結構違うんですか？結構それこそもぎりの人がたくさんいるスタジアムもあれば、もう QR でどんどん入っていくスタジアムがある。やっぱ結構場所によって変わってくる印象ですか？そうですね。今年に関してはほぼほぼみんな QR でっていう感じだと思います。でも2年前ぐらいまでは本当にまあ結構東京のクラブでもまだもぎってるって感じです。でしたね。2年前ぐらいまで。の中だとフロンターレさんとかやっぱ感染対策で今基本 QR でってなってるんですけど、確かに2年前とか割とそのコンビニで発券してもぎりとかっていうのは、うん、まだまだあった時だったかなと思います。なかなかやっぱりJ リーグのクラブってちょっと公共サービス的な位置づけもあるので、リテラシー高い方と低い方だと低い方に合わせていかないとなんかこう取り残される人を作らないっていう思想でやってるところが多いと思うので、なかなかそこはやっぱりコロナ前はすごい苦労したところではあります。なるほど。これ酒井さんに聞きたいことがあるんですけど、ワイスカウトっていうツールっていうのもやっぱコロナの影響ですか？要はスカウトが世界飛べないと。これはヨーロッパのイタリアのツールなんですけど、コロナ前から導入されているものですね。ただまあ日本でも一応 J3 以上 J3、J2、J1 の選手も格納されているってことなんで、日本だとしてまだあんまり広がっていないような印象は持ってはいるんですけど、世界的には基本的にもうヨーロッパのチームで9割ぐらいこのツールを導入しているような形になるんです。なるほど。はい。なんで9割も今やっぱり大丈夫今やっぱり見に行けないので、スカウトの人たちすごい困ってるんですよね。特に外国人選手獲得するのに、まあ今まで見に行ってたのが全く見に行けなくなっちゃったので、もうそういうツールじゃんじゃん入ってきてると思います。ああ、なるほど。もうじゃあ足で稼ぐっていうのなくなっちゃうっていうのがちょっと寂しいですけど。確かに確かに。ちなみにちょっと江戸美穂さんに伺いたいんですが、先ほどその QR チケット以外のお客様でいらっしゃるっていう話だったんですけど、そういったお客様の情報っていうのはなんかもう取得できないと割り切るのか、もしくはなんか、入場者アンケートとかで取るのかっていうと、そこはですね、今はですねコロナ禍なので、全入場者の座席の位置と個人情報を紐付けないといけないので、全員取ってます。なので記入してもらって入ってもらってます。じゃあそれを何かエクセルか何かで反映されれば、まあ顧客情報としては。そうですね。はい。なるほど。ありがとうございます。やっぱ先ほども江藤さんおっしゃられたように、コロナで結構もうデータ化が必然的にできるっていうのは。あんまりあれですけど、プラスそのデジタルのところでいうとプラスにやっぱ触れてるっていう。そうですね。やっぱりコロナは基本悪いことが多いんですけど、唯一私にとっていいことだったのは、私というかこの業界にとっていいことだったのが、このデジタル化が加速した。でなんか日経新聞かなんかに載ってたんですけど、大体7年ぐらいDX が進んでると。コロナが起こった場合で起こらなかった。でも自分の体感としてもそんな感じです。なんかこういうことやりたいなと思いながら、やっぱりでもやってもこうねついてこれない人が多かったら意味がないなとか思って、やりたいけどやれなかったことがすごいたくさんあったので、5年から7年ぐらいは縮まってるなっていう感じはします。ありがとうございます。そういう意味で言うと、これコロナで今少しその7年ぐらい早く進んだっていうところだと思うんですけど、じゃあこの先どのような形でこう、スポーツサッカー業界の DX っていうのが進んでいくのかなっていうところを紹介したいんですけども、実際坂井さんどうですか、この先、DX というワードを。そうですね、結構 DX っていう言葉でイコール最先端っていうイメージが紐付けられやすいのかなと思ってます。例えば VR で試合見えるようになりましょうとか、AR を通した新たな視聴体験とかっていう話が結構出がちなんですけど、私はそこにあまり目を見すぎるとクラブさんが抱えている本質的な課題っていうのはちょっと解決できないんじゃないかなと思っております。それより、DX っていうところで言うと、やっぱり、チケットを買ってくれるお客様がどういった属性の方なのかとか、あとはそういったファンの方々どれくらいグッズを購入してくれてるのか、あとは2回来てくれたけどあれ3回目来なくなっちゃったあれどういう属性なんだっけとかっていう顧客の見える化っていうところを、よりデータで可視化することによってやっぱりそういったお客様を見えた状態で施策を打った方が、企画の当たる角度っていうところも高まると思うので、どうしても DX イコールHow AR、VR とか、バーチャルスタジアムとかってなりがちですけど、もっと本質的な顧客を知るっていうところに活用できるといいのかなと最近思ってます、で、それができているクラブさんとできているクラブさんとクラブできてないところとでは結構売り上げとか集客の差も結構出始めてるのかなっていうのは思います。なるほど。江藤さんどうですか？J リーグでそのマーケティングセミナーとかもやられてるみたいな話をちょっと伺ったことあるんですけど、こうやっぱり顧客の見える化っていうところが未来の話になってくるんですかね。そうですね、J リーグは今共通基盤っていうマーケティングプラットフォーム MKDB っていう、Salesforce をベースにしたプラットフォームを導入していて、それとワンタッチパスっていう会員カードですね。それを紐付けてまして、例えばシーズンシートの会員さんですとそのカードを持っていて、それを来場時に、入場するときにチャリンとタッチして入るっていうようなことをやってるんですけども、それによってこう、お客さんが、何回来てるのかとか、急に来なくなった人は誰なのかとか、そういったものが分かるようになっていて、非常にその、大きなクラブ、私が入る前にも、すごく資本がある大きなクラブは独自でそういうことをやってたらしいんですけども、村井チェアマンが来てからJ リーグ全体で J3 までのもうちっちゃなクラブにもそういうデジタルプラットフォームを入れようということで、共通基盤を入れてもらって、あとはその人材育成のところですね。いわゆるサッカークラブってそういうデジタルマーケの会社にいた人とかってほとんどいないので、そもそもの知識とか、じゃあこの数字が上がってきたところでこの数字に何の意味があるのだろうかとか、そういったところを分析したりするっていうスキルとか知識がある人がそもそも少なかったので、そこの教育もしようということで月1回とかそういう研修を設けて、J リーグの方で各クラブそういうスキル、知識を与えるっていうところもサポートしていただいているっていう感じですかね。なるほど。ありがとうございます。はい。じゃあちょっと次のところの議題に少し移っていきたいなと思うんですけれども、続いてはですね、サッカークラブにおけるDX 化への挑戦というところで少しお話をしていきたいなと思うんですけども、じゃあ江藤さんの方に今携わられている栃木 SC の事例も含めながらですね、どういったところに今取り組んでられるかっていうのをちょっとお話しいただいてもよろしいですか？はい、そうですね。いろいろやってるんですけれども、一番大きなところはやはりマーケティング領域と、あと業務の効率化のところかなと思ってます。今うちDX パートナーという、栃木 SC の DX を促進するのをお手伝いする。パートナーさんっていうのを枠で、パートナーの枠で設けてまして、はい、いろんな会社があるんですけど、例えばそのフォームランっていうツール、ベーシックさんっていう会社でですね、問い合わせを管理するツールをサプライしていただいてるんです。これすごくてです、複数人で、お問い合わせフォームすごいいっぱいあるんですけど、一般の窓口以外にも、例えばスクールとか、あとはそうですね、チケッティング、ファンクラブ、シーズンパスポートみたいな、全部お問い合わせ窓口がバラバラなんですけども、そこに対して担当者をつけて、その人がちゃんと返信したかしてないかとか、どんな返信をしたかみたいなことを管理するツールがあるんですね。はい、そういったものをサプライで、無償提供していただいたりとか、あとはですね、最近ですと開発会社ですね、ランテックっていう、エンジニアの育成をやっているオンラインスクールをやっている、もともとその受託の開発をやっている会社なんですけれども、スタートアップテクノロジーさんっていう会社なんですけど、そういったところと、にスポンサードしていただいてですね、例えばなんかちょっと開発をしたい、もういわゆる SaaS だともうちょっと間に合わなくなってきたので、ちょっと自社でいろんなものを開発したいっていうような時に、頼れるパートナーというか、そういったところですとかですね、そういう感じでですね、いろいろ裏方の業務を効率化するっていうところに、割と注力してます。なるほど。実際でもそれを導入する中でのスムーズに導入っていうのはいくものなんですか？そうですね、社内はですね、割とスムーズだったような気がします。そんなになんていうかアレルギーがあるっていうような人もいなかったような気がするんですけど、とはいえですね、サッカークラブを取り巻く環境って、今はちょっと変わってきてると思うんですけど、私が入った3年前とかって、まだなんかスクールのお申し込みはファックスみたいな。そういう感じだったんですよ。でも今、多分 IT 業界とかにいると、ファックスって感じだと思うんですけど、地方の J リンクラブとかだと、普通にシーズンパスポートの申し込みはファックスとか、そういうのが、郵送とか、かなりアナログでですね、でそれをもらってきたものを打ち込んで、で、Excel に入れてみたいな、そういう感じだったので、確かにそこからにいきなり急に SaaS に行きましょうってなると、何みたいな話にはちょっとなりがちではありますね。ただなんかなんていうんですかね、結構うちの場合、社員が好奇心もあり、自分で個人でいろいろ例えばなんていうんですね、Google のツールとかそういうのは使っていたり、カレンダーとかも使っていたりしたので、そこはなんか意外にどうにかなったかな。で、苦労したのはやっぱり対顧客というか 2C のとこです。2C、2B ですね。ここはですね、やっぱり年齢層。うちですと大体お客様の平均年齢42歳ぐらいなんですけども、42歳、もうちょっと上の方が多いなっていう印象、50代とか60代ぐらいの方も結構いらっしゃって、そうすると、これ、オンラインで申し込みしてくださいっていうのが、なかなか難しいっていう感じではありました。42歳っていうのはどうなんですか？業界的には高い？若干高いです。2歳ぐらい高いかもしれないです。J リーグの平均がだいたい今40歳。そうなんですかね。はい。なるほど。でもじゃあ逆にそこは将来的には下げていくっていう狙いはあるんですか。それともそこがもうベストな年齢層ですかね。40歳ぐらい。これですね。私はいろいろやってみたんですよ。この3年。いろいろやってみたんですけど、多分下がらないと思います。なぜならやっぱりね、子供が減ってるっていう現実には抗えない。なるほど。なるほど。そうなんです。で、この間もですね、とあるJ リーグクラブの東北地方の某 J リーグクラブの方とお話をしてオンラインで、そこの地方だと年間 1% ずつ子供が減ってるっていう。で、年間 1% 減ると10年で 10% 減るわけですよ、はい、でそこに向かってターゲティングをしてやっていってもやっぱりこの少なくとも直近10年とかいろいろ考えるともう厳しくなっていくだろうということで、まあ、割と結構 J クラブの中では子供は諦めてっていうわけではないですけど子供っていうか若年層っていうふうにいくのではなくて、まあ例えばその昔 J リーグブームを知っている、はいうん、ちょっと離れちゃったけど昔 J リーグブームを知っているような、アラフォーからアラフィフぐらいの人をターゲットにするとか、まあ、そういったような、やってるところが結構多いかもしれないです。うんなるほど。周りのそういう意味で言うと J クラブの、まあ、栃木市さんと同じ、まあ、J2 仮にじゃあ J2 のクラブに関してはこうどうなんですかね DX、まあ、社内の IT 化っていうのは進んでいってるんですかそれとも栃木市は一つやっぱり抜けてるって印象ですか江藤さんは。そうです私の印象で言うと、まあ、もちろん大きなクラブとかは、はい、別としてですね J2 のクラブ進んではいると思いますすごく進んではいますけども、うん多分そのもう SaaS を抜けて自社で開発しようみたいなところまで考えてるのは多分うちぐらいかもしれない。ああなるほど、ね。まあやっぱそこはある程度こう推し進める人材がやっぱ必要というところですかね。ないそうですねなんかあんまりこう開発しようっていう思想を持ってる人はあんまりいないのかもしれない。そうなんです。なんかやっぱり自分がやっぱりもともとそういうプロダクトを作ってたので、やっぱりこう思ったような感じにならないとすごいイライラしちゃって作りたくなっちゃうんですよね。でもその作ることがやっぱりじゃあ自社で本当にがっつり開発するっていうのはさすがにやっぱ難しいので、やっぱパートナーさんとか巻き込んで。パートナーさんと一緒にお互いウィンウィンになるような感じで進めていくのがいいのかなと思ってます。なるほど。ありがとうございます。なんか栃木市さん副業で海北さんと組まれてなんかそうですそうです。はい。ここでアサインなのかちょっとわかんないんですけど。はい。されてます。海北っていうですねデジタルマーケの人材を、こうマッチングするサービスをやっている。ブラムさんっていう会社にサプライしていただいているパートナーなんですけども、これすごくねよくてですね、今もマーケ、CRM のところと、はいうん、あと去年ファンクラブのグッズのデザインのところでお願いしたんですけど、CRM のところはもともとなんか B リーグにいらっしゃって B リーグの、マーケのいろんなクラブの、マーケティング支援をされてた方ですね、で今その方 B リーグ辞めて今別の会社にいらっしゃるんですけどまあ本当結構プロ中のプロみたいな方に、ね、来てもう雇えないじゃないですかそういうそうと思ってもすごいねちょっとお金が見合わないみたいな、でもそういった方に来ていただいてグッズの方もですねちょっとミクシーにいらっしゃった方で、はい、ミクシーって今いろんなスポーツクラブの、ね、に投資してやってますね、はい、FC 東京さんとか、はい、でヤクルトスワローズさんとか、うん、まあ、そういったところの、マーチャンダイズのデザインとかをやってらした方が本当にスポットで入ってきてくださって非常にまあ、その方も普通に多分雇えないと思って基本はリモートでご参加なんですか？そうです、はい、もうフルリモートです、はい、でも全然副業であればもともとのスキルを持っている方であれば全く問題ないなと思ってます。グッズとか結構直に見てみないと分かんないとかあるのかなと思ったんですけどそうでもないんですよ。いやデザイン、まあ、その方はやっぱり MD の経験があるっていうのはやっぱり大きいと思うんですよね。自社で実際に作ってらっしゃったので、なんでまあ経験者未経験とかだとちょっともしかしたら難しいかもしれないですけど、経験者であればもう全然大丈夫だと思います。なるほど、なるほど。ありがとうございます。じゃあちょっと次は酒井さんにもちょっとここでお伺いしたいんですけども、今まあ栃木市、江藤さんが携われている中での DX という話をお伺いしたんですけども、酒井さんがまあ見ている中でのこう DX のまあ成功例というか、挑戦されているなっていうところのお話がお伺いしてます。はい、ちょっと J1 になってしまうんですけど、やっぱ DX 成功している企業は、やっぱ親会社が IT 企業で、そこから出向されてる人がチームにいるクラブは結構、まあ、進んでるなという印象も、まあ、メルカリ、アントラーズだったり、あとはパナソニックさんからガンバ大阪に出向して、割とそのデジタルマーケのところを手こ入れしたみたいなところもあったりして、まあ、やっぱ親会社からの出向組がいるチームは強いなと思う部分があるのと、一方で、名古屋グランパスさんはやっぱりすごい DX を結構前から取り組まれてたのかなって思っていて、で、なんかそれがすごい成功に結びついてるなと思ってます。グランパスさん2015年に、データ戦略にシフトされまして、まず始めたのが、まあ、チケット購入してくれる人どんな属性なんだみたいなところを、やっぱりしっかり見ていこう、まあ、データ化していこうっていうところを取り組まれました。で、当時、J リーグチケットの利用者率が、グランパスさん 17% 程度だったんですけど、2015年から2018年にかけて、まあ、80% ぐらいの利用率に伸ばされたとともに、まあ、それに紐づいてですね、来場率の増加っていうところも結果として出ているような形となります。で、グランパスさん、2017年に1回 J2 に降格してしまっているんですが、基本 J1 から J2 に落ちると、まあ、1、2割ぐらいですかね、まあ、来場者数減ってしまう、まあ、傾向が全体としてあるんですけど、まあ、グランパスさんはまあ顧客データ、まあ、チケット買ってくれた人の見える化っていうところがしっかりできていたので、まあ、そこを、来場客数を減らさずに逆に伸ばすっていうような成果も上げられてたっていうところがあります。で、例えばグランパスさんどういうことをやっていたかっていうと、ある年の8月にですね、真夏に 4連勝かなんかした時があって、でそこに参戦してくれた女性サポの方に向けて勝利の女神クーポンっていうものを配布して、もう一回来てもらうっていうような、まあ、しっかりそういったやっぱり顧客データが見えてると、まあ、打てる施策の角度も上がるな、それが来場につながるっていうのを、まあ、すごい愚直に PDCA 回してゴリゴリやってるっていうのが。まあ、グランパさんご担当の方ともお話ししたことはありますが、やっぱりそこはすごい意識されてるなって思ってますね。やっぱりチケット購入一つとっても、それってどういうデータが取得できるんだとか、なんかそういったところは、まあ、毎回お話に上がるところもあったので、なんかやっぱそういう細かい部分の管理っていうのは、まあ、徹底されているのが、まあ、2015年からやられていて、で今結構来場客数もすごい大幅に増えていたりするので、まあ、一つなんか参考例というか一番成功しているクラブなのかなとは。来場っていう面で思います。はい。なるほど。まあ今いろんな競技でなんかこうありますもんね。別に野球もそうですけど、なんかユニフォームを配るであったりだとか、まあ T シャツその日行けば何かもらえるとかっていうのもあるんですけど、でもやっぱりそれ一歩先に行くには実際まあ自分だけのそれこそ勝利の女神クーポンなんかそうですよね。自分だけが得られるその価値みたいな。そうですね。そういうのは確かにファンとしてはなんか行きたくなりますよ。なるほど。江藤さんもでもそういうところはやっぱり栃木としても少し挑戦していかないといけないなっていうところはありますけど、もうすでになんかそういうのをやられてたりはしますか？そうですね、 CRM は一昨年から一応やってはいます。で、なんかやっぱりサッカー難しいなと思うのが、はい、結構データドリブンにこうやっていっても、まあ、勝敗とかなんかそういうものによって全然天候とか勝敗とか、まあ、スタジアムアクセスとか、 なんかいろんなものによってですね変数が多くてこう分析しづらいなっていうのはあります。それこそですねさっきの結構T シャツ配るみたいな話とかってですね、はい、結局この施策が良かったのか T シャツ配ったからなのかみたいな、どっちが原因なんだみたいな、それが勝ってるからなのかもしれないとか、なんかいろんな変数があってですねとか管理はしづらいんですけど、まあ、一応王道的なことはね全部やってはいます。なるほど。まあ確かでも強いチームだから来るっていうことでもあったりなかったりするんですかね。まあ強いからこれ本当に難しくて、勝てば来るのはもう間違いないです。ただ勝たなくても人が来るチームってあるんですよ。うん、弱くても多分私の見た感じだと今 J3 にいる、岐阜 FC 岐阜とかはそうかなと思ってます。うん、もう忘れました。2019年ぐらいにですね、ちょうど最後ビリ争いしてたんですね、うちと岐阜さんが21位となんか22位の争いみたいな試合があって、はい、そのまあこう悲壮な感じで私たちは乗り込んでいったんですけど、はいはい、ね、うちのサポートでももう絶対勝たねばみたいな感じだったんですけど、うん、もう空気がすごいほんわかしてたんですよ。で、本当にで結局ねスコアレスかなんかだった、はいと思うんですけど、なんか全然なんかサポーターの人たちも荒れる感じもなく、なんかアニメのイベントみたいな、なんか男子チアリーディングみたいな、なんかイベントやってたりとか、なんか空中始球式みたいなので、なんかヘリコプターからなんか球をポンと落とすみたいな、よくわかんないなんかイベントやってて、すごいもうちょっと心が和んだんですけど、はい、本当そういうなんていうの勝ち負けではないところに。こう重きを置いて運営しているチームもあったりするので、必ずしもその勝ち負けがその集客につながっている、必ずそこが連動しているかといったらそうでもないのかなとは思います。うん、まあ、特に J リーグなんかは本当にいろんな全国に場所にありますので、だからやっぱりそこの地域に根付くっていうのも結構大事なのかなとは思ったりします。そうですね、やっぱり試合もちろんサッカー好きで来られてる方ももちろん大半なんですけど、もう町のなんか地域のお祭りみたいな感じで、うん、来られてる方々ももちろんたくさんいらっしゃるので、なんかそういうふうに根付いていくっていうのもまあ一つ戦略なのかなと思います。うんうん、なるほど。ちょっと単純に疑問なんですけど、栃木 FC ってスタジアムがちょっと新しくなったかなと思うんですけども、そこってやっぱりあるんですか、ファンの流れっていうのは。はい、新しくなるとやっぱ人は増える。そうですね、増えますね。多分なんですけど、まあ今のところ平均で1000人ぐらい増えてます。で、多分コロナ禍の中では集客うちはかなり好調な方で、今平均来場が4400ぐらいなんですけど。はい、多分去年うちと同じぐらいの感じの集客だったところがやっぱ1500とか、まあ1点2000とかなので、多分調子のスタジアム効果はあるだろうなと思ってます。うん、なるほど。うん、そこがまた先ほど言ったその変数の一つですよね。スタジアムが変わったから。そうなんです。そうなんです。本当なんかたまにだからこう自分がなんか頑張ってもあんま意味ないんじゃないかみたいなふうにちょっと思ったりもします。はい。なるほど。まあでも多分いろんなその中でもやっぱこういろいろな施策を打っていく、まあ IT デジタルもそうですけども、一つ一つのところっていうのがまあやっぱり一つずつ変わっていくんではないかなとは思いますので、なんかいろいろとこう。そうですね。はい、はい、さっきもおっしゃったようにこうやっぱり不確定な要素が多いからこそ、うん、確実性のあるところを増やしていかないといけないので、デジタル化っていうのはその少しでもこの不確実な中でも少しでも確実性のあるところを増やすっていう意味ですごく大事だなと思ってます。うん、はい、ただいまから一応質問に回答していきたいなと思います。はい。そうですね。先にじゃあちょっとチャットで初めにいくつかいただいてる。3フレはもぎってるな、これ。これ初めの方にいただいたやつ。チケットもぎ、なるほど。そうですね。一つじゃあ、皆さんこの後 Q&A の方にご質問いただければなと思います。で、初めの質問をちょっと簡単に説明します。選手に GPS センサーをつけ、行動記録分析を行っていると思いますが、そのあたりの技術であったり、可視化っていうのは随分進んできているのですかというですね。GPS センサーをつけてっていうところ、サッカーも結構もうやられてますか、この選手に GPS つける。そうですね、J2 のクラブだと、J1 はなんか共通であるんですよね。で、J2 は結構クラブごとに導入してて、多分一番入ってるのはカタパルトだと思うんですけど、なんかデジタルブラジャーみたいなやつですね。ちょっとブランニングみたいな、ね、バストアップぐらいの黒いそういうやつつけてると思う。結構今ほとんどのクラブでつけてると思います。でなんかあれで行動量、運動強度とまあ走った距離とか強度とかを測れる。スプリンですけど、試合中スプリントの回数とかも、はいはい、出ます出ます。でなんかあれはまあ結構今技術が進んでいて、クラブとして導入している理由としてはやっぱり怪我の防止っていうところが一番大きいですね。やっぱり強度、オーバーワークとかも全部わかるので。なるほど。練習からつけるものなんですかね、やっぱああいうのは。そうです。で今試合中もつけていいっていうのはなんか結構数年前までダメだったんですけど、なんか途中で FIFA がOK になっていく。で今はもう練習の時と試合の時でどう違うのかっていうのも見ているのかなと思います。なるほど。なんか長友選手が何キロ走ったみたいなのよく出てますよね。そうですね。ああいうところですね。はい。じゃあちょっと質問にじゃあちょっと読み上げます。はい。40歳50歳の方へのアプローチをする際、デジタルの接点は何で取っているか、特に力を入れているのはどの媒体でしょうかというようなご質問ですね。まあ年齢が上の方に対してのデジタル接点というのはどう取られているかというところなんですけれども、はい。どうですかね。うちで言うとやっぱりメールになっちゃうんですけど、メールがね、これがね、届かないんですよ。なるほど。メールが本当に届かないんですよ。で、なんかまずキャリアメール本当届かないです。だから一斉でCRM とかで一斉メールを送ると、まあ大体キャリアメールは弾かれちゃって、すごく重要なお知らせとかは本当に苦労してます。で、なのでうち最近なんかこう LINE 公式 LINE をなんかいくつか立てて、例えばファンクラブ専用とかシーズンパスポート専用とか、まあ、一般の人向けとか、やっぱり LINE も併用してやることでなるべく漏れがないような形で情報をなんか伝えるようにはして、やっぱり LINE とメールが主ですね。なるほど。確かにメールなんてほとんどあんま見ないですよね。そうなんですよね。これまたですね、これちょっと二極化してまして、多分 IT リテラシー高い方々はメールを見なくなってるんですよ。で、一方で IT リテラシーがそう高くない方は、やっぱり未だにキャリアメールを使っていて、キャリアメールを結構見てる。なるほど。なんでさっき名古屋グランパスの方の事例をお話しされましたけども、あれもやっぱりメール、基本はメールなんですよね。そうなんですよね。 LINE はあんまり動いてはいますけど、基本メールですね、グランパスさんは。そうなんですよね。で、最初に私Jリーグのこのクラブに入った時にその話を聞いて、今時メールなんですかみたいな、メール 見ますと思ったんですけど、もう結構世の中の人は特に40代50代はやっぱり見てる、見てます。なるほど、ありがとうございます。はい。じゃあ続いてのご質問です。マーケティングの観点からサッカーに限らず顧客の見える化は非常に大切かと思います。顧客のデータを集約することが大切ということは理解しておりますが、その一番の利点は何でしょうかというご質問をいただいています。顧客のデータを集約することのもう一番の利点というところですかね。ですかね。やっぱお客さんを知らないで施策打てないですよね。誰なのかっていうことを知らないでなんかこうやると、やっぱりどうしてもとんちんかんなことをしてしまうので、なんかこれで結構データを取らないと、かなり私たち思い込みでいろんなことを結構きっとそうだろうっていうイメージで判断しちゃうところがあるので、その思い込みを是正するっていう意味でが一番大きいのかなと思ってます。なんかどこかのクラブさんがこのエリアから来てる、大半は来てるだろうと思ってたけど、全然違うエリアから結構お金を払ってくれる人が来てたりして、今まで打ってた交通広告の場所を変えたとかっていう話もあり、もう本当住所が取れるとかってだけでも結構今おっしゃったように、まあ、顧客が見えないと施策が打てないと、もうまさにおっしゃる通りだと思います。はい。なるほど。ありがとうございます。はい。続いて、ご質問いただいてます。選手のプレイを、センシングという話がありましたが、データは無償で提供しているのでしょうか、またセンサーはヨーロッパから支給されるのでしょうか、それともチームで導入しているセンサーで取ったデータを提供するのでしょうかというところです。ああ、なるほど。これはですね、うちのクラブで言うと、ちょっと私もあんまり詳しくは知らないんです、実は。あんまり詳しく知らないんですけど、さっき言ったGPS のあれですね、デジタルブラジャーみたいなやつですね、ああいうのはサプライをしてもらっていて、韓国のメーカーからうちはサプライしてもらっています。あとデータに関しては結構データスタジアムさんっていう会社がありまして、そちらから買ってるんじゃないかなと思います。多くのクラブが。ありがとうございます。はい、続いて、ご質問いただいてます。江戸さんに質問です。栃木 SC と栃木シティとの関係性はどう考えていますかというご質問なんですが。まあ、全く個人の、感想でしかないと思うんですけど、栃木シティさんが非常に親会社というか、まあ、責任企業があって、まあそちらの小栗さんって社長さんが、まあ、シティの社長もやってらっしゃって、あ、もっと責任企業の社長さんは違う方なのか分かんないですけど、オーナーさんが基本的に社長やってらっしゃって、まあ、鹿島の小泉さんみたいな感じですよね。で、いろんなことやりたいことをやられて、スタジアム、練習場作るとか、スタジアム作るみたいなこととかもやってらっしゃって、すごい夢があっていいなと私は思ってます。で、エリアがちょっと宇都宮と県南の方でちょっと若干離れているっていうこともあって、そんなになんていうか、まああんまりバッティングしてる、まあカテゴリーも今のところ違うので、そんなにバッティングしてるっていう感じはしてないんですけど、まあ上がってきて J リーグ上がってきたりとかすると、やっぱりまあレッツとアルディージャみたいな、なんかこうね、ダービーの関係みたいになるのかなと思ってます。ありがとうございます。はい。続いてのご質問です。サッカークラブでスマホアプリを作ることのメリットはあるのでしょうか。マーケティング的に期待できる効果などあれば教えいただければ嬉しいです。サッカークラブ。J2、J3 の規模でスマホアプリを作ることのメリットってどうですかっていうご質問です。まあ私はあんまないと思ってます。アントラーズさんとかね、作ってますけど、アントラーズぐらいだったら作ってもいいと思いますけど、例えばまあ栃木市ぐらいだったら、まああんま作るメリットないかな。なんか既存のSNS とかプラットフォームで全然いいのかなっていう感じはします。同意見、LINE とかも今ありますしね、なんだろうな、プッシュ通知とかあるのかな。なんかそこに投資するならみたいなところは僕も同意見。はい。そうなんです。まあそうなんですよね。必ずさっきのメールの話じゃないですけど、必ず何かのお知らせを届けたいとか、そういう目的であればっていうのはあるとは思うんですけど、まあ、アプリ作るのもそうなんですよね。今、少しコスト下がってるとはいえ、まあまあの投資なので、ちょっとそこのメリットはそんなにないかなと思う。そのアプリ作って回していくとかってなると、また人材がみたいな話になって、そんな人少ないみたいなのは結構ありそうです。そうです。まあ鹿島みたいにね、メルカリさんがっていう、もうメルカリのエンジニア使えますみたいなところは別としてですね。ありがとうございます。はい、こう来てます。ちょっとご質問は非常に多くいただいていますが、ちょっと時間的に今ちょうど16時という形になりましたので、ここからはですね、一旦ちょっと私どものお知らせを入れさせていただいて、本編としてはこちらで終わりという形でですね、この後、時間が許す限り、江藤さんと酒井さんには、ご質問に回答していくというような形を取らせていただければなと思います。はい。ではちょっと簡単に、弊社の方から告知をさせていただければと思います。で、次回ですね、このような形で、弊社ウェビナーをやってるんですけれども、6月の22日にですね、IT 業界の著名人に聞く、今、新人エンジニアに伝えたいことということで、こちらはですね、外資系 IT 企業に勤めていて、今、漫画家としても活躍している塩田まどかさん、ちょまどさんとですね、エビラボで最高技術責任者、現最高戦略責任者、エヴァンジェリストを務める、時脇隆二さん、すみません、トッキーさんですね。この2人をですね、お呼びして、今の若手エンジニアの方に対するメッセージ、熱いメッセージ等をいろいろ聞いていきたいと思っておりますので、こちらもぜひお申し込みいただければなと思います。はい。で、あともう一つですね、弊社の方で、Twitter であったり、YouTube を行っておりますので、ツイッターに関しては、この SE カレッジの会員様に向けた最新情報。ツイッター、すみません、YouTube に関しては、今日のダイジェスト版であったり、今までやってきたダイジェスト版も公開しておりますので、ぜひ、チャンネル登録の方をしていただければなと思います。はい。で、それでは一旦、最後に、この後、質疑応答はあるんですけれども、今後のそのサッカー業界というところも含めて、サッカー業界 DX ということで、見ている方に、最後、ちょっと一言だけ、いただきたいなと思ってるんですけど、最後の総括というような形にはなるんですけど、じゃあ、酒井さんから一言だけ、はい、お願いします。そうですね、サッカー界の DX っていうことでお話しさせていただいて、本当にやっぱりデジタルスキル、あとデジタルにアレルギーのない方が、スポーツ界に来てくれることによって、やっぱりもうちょっとスポーツ界にお金を生み出したいなっていう部分が僕も野望の一つとして持っているので、もし少しでも自分のこういう IT スキルがクラブに活かせるんじゃないかとかっていうのを、正社員で参戦するっていうよりは副業っていう選択肢も今、出始めてはいるので、ぜひチャレンジしていただきたいなという思いが強いです。本日はありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ江藤さん、一言お願いします。はい、今のちょっと酒井さんの話ともかぶってしまうんですけども、結構サッカー業界ってまだまだDX 伸びしろのある業界だと思います。で、結構今 IT 業界でバリバリやってらっしゃったり、デジタルマーケットの業界でやってらっしゃる方々の、知恵とかスキルとか持って入っていらっしゃると、すごく面白い仕事ができるところかなと思うので、今日ちょうどですね、なんかビズリーチにJ リーグのマーケのデジタルマーケの専任者ですかねの求人が出てたので、すごくああいうね、やりがいのあるポジションもたくさんあるので、ぜひ業界お待ちしております。ありがとうございます。はい、では一旦中締めというような形で本日はですね、J リーグから学ぶサッカー業界の DX とはということでお送りしてまいりました。この後質疑応答はさせていただくんですけども、一旦ウェビナーは終了とさせていただければと思います。どうもありがとうございました。